はい、スプリットもしまーす。ステップアプリのステーキングの内容がね、突然ピロってきました。やっていこう。私もまだ全然見てないんで、見ながら、本当にね、理解できてるかどうかわかんないけど、とりあえずやっていきたいと思います。とりあえず内容はね、この辺、ビビビビビビビッとちょっとコピーして、よいしょと。こんな感じになってますよと。業界初の、パーペチュアルステーキングを発表することになりましたと。ルートボックス、ブランドドロップ、ギールズ、その他に備えようと。で、このパーペチュアルステーキングとは何ですかっていうと、このイノベーションでは一度ステーキングをすれば全てのエコシステムのイベントにアクセスできます。パーペチュアルステーキングは無期限のステーキング契約で、全てのエコシステムイベントはこの一つの契約のステッカーに提供されています。ということで、とりあえず一回ステーキングすれば、まあ、何かしらのね、恩恵がいろいろ受けれるよっていう話かなと思います。一回のステーキングで全てのチャンスをアクセスできます。で、ルートボックスをはじめとしてということで、ルートボックスっていうのはこれだね。ステーキングをしてカロリーっていうね、トークンをもらったら、このルートボックスっていうのを購入することができて、ミントだね、ミントすることができて、その中にね、靴が入ってるよと。で、これのことをルートボックスっていうそうです。ということで、そのルートボックスをはじめとしてということでね、まずはステーキングをして、ルートボックスをね、タダでもらえるみたい。で、ルートボックスはね、最初は無料でもらえるそうです。で、運のいい人だけね。ルートボックス、パーペチュアルステーキングの最初のイベントはルートボックスです。ステーキングして、最初のスニークスを手に入れましょう。無料で、ということで。最初だけは無料で手に入る。運がいい人は。で、イベントの詳細は更新されたステーキングページをご覧くださいということで、それがここになってます。ちょっと日本語にね、しちゃってます。ステップアプリのステーキングダッシュボードは、この種の永続的なステーキングの最初のものを提供します。あなたは来る機会にアクセスするために一度かけます。ルートボックス、イールド、スポンサー付き、スニークドロップ、その他ほとんど全てがここから始まります。とりあえずね、ステーキングをすることがもう大前提だよと。で、ステーキングキャンペーンはルートボックスから始まります。最初はルートボックスだよと。最初の NFT をコミュニティに販売するのではなく、販売ではなくね、もうコミュニティ中心のアプローチを維持し、アーリーアダプターに無料で提供しますと。これすごいね。無料で提供しますと。まあ、ステーキングはもちろん必要になってくるんだけどね。ステーキング必要になってくるんだけど、だけど最初の靴のミントは無料であげるよと。いや、これ欲しい。で、手順がこの後に載っていますと。フィットファイをかけます。まあ、これステーキングすることだと思う。で、ドロップチケットを獲得する。で、24時間ごとにかけられたフィットファイで100ごとに 1DT を獲得します。まあ、ここから始まるよと。ごめん、ちょっとこれ日本語おかしいけどさ、例えば 1000フィットファイをステーキングしますよと。そしたら1日ごと、24時間ごとに1000フィットファイだったら 10DT を獲得できるってことだと思う。4番目、ルートボックスイベントの最後にスナップショットが作成され、宝くじが行われます。期間がちょっとわかんないけど、とりあえず何日間かね、バーっと溜まってって、その溜めた DT によって宝くじが行われて、5番目、ルートボックスが授与されますと。おー、どのぐらいだろうね。めちゃくちゃ楽しみ。で、より高いステークスでボーナスドロップチケットを獲得できますが、一つのアドレスで5つ以上のルートボックスを獲得することはできませんよと。だからもう、この DT を100、200、300、400ってね、ステーキングすればするほどたくさん集めることができるけども、一つのアドレスで5つ以上のルートボックスは当たってもプレゼントされませんよと。例えばルートボックスが10個当たってる人がいたよとしても、5個までしかプレゼントされませんよということだね。で、ルートボックスにはスニーク、スキン、アバターのバッジ、またはタグが含まれていますということで、ここがね、ちょっと難しいところだよね。ルートボックスが授与されますと。で、そのルートボックスの中には、スニーク、これがスニーカー、まあ靴だね。靴の NFT。で、それ以外にもスキン、アバター、バッジ。いろいろね、その付属品みたいなのがあるんですよ。上見たらわかるんだけど、これね、ポチって押したら出てくる靴。靴本体は多分その、そのままの素体。で、
この場合だと、おー、ちょっと待って、ちょっと待って、行かないで行かないで、あの、ワンちゃんのバッジがあったりとか、靴紐とかね、そういう見た目の方のことをスキンって言うんだけど、こういうものがね、いろいろ出てくるよと。下手したらさ、靴は当たんないけど、スキンだけ当たったよとか、いうことがあるかもしれないよね。これちょっと難しいところ。で、ルートボックスがスニークを与える確率は 35% です。ルートボックスがスニーク、ごめん、ここちょっとわかんないな。スニークって何のことだろう。ルートボックスがスニークを出す確率は 35% ですよと。はい、ということで、まあ、ごめん、書いててここ書く必要あったかなとかちょっと思ったんだけど、まあ、スニーカーとスキンと、バッジとタグ、この4種類ぐらい当たるルートボックスの中には入っていて、その中の1個にスニークが 35% の確率で当たるよと。なので、まずルートボックスの抽選が、まあどのぐらいになるかわかんないけど、ルートボックスの抽選が行われます。そのルートボックスが当たった中でも、スニーカーとかスキンとかいろいろ入ってるから、その中でもスニーカーが入る確率が 35% だよと。結構少ないね、かなりの確率。まあちょっとね、ちょっと私が思った以上に低かったかなっていうところだね。まあ続きいきましょう。イベントはループし続ける。ループし続ける。ルートボックスイベントの後には、さまざまなルートボックスイベント、イールドイベント、ブランドドロップおよびその他の機会が続く可能性がありますと。まあまあ可能性がありますだから、ここはちょっとね、そのうちまた詳細出てくると思うから置いておこう。まずは最初のルートボックスだ。で、今後のイベントのために再度ステークする必要はありませんと。このステーキングは永続的であり、自動的に次のイベントにロールオーバーします。あー、ずっと一回引き出してまた入れてとかしなくて、ずっとかけてればいいんだね。っていうことはさ、もうさ、これさ、このアプリをやめようと思うまで売りやつなんて存在しないことになっちゃうよね。ずっと預けてればずっと恩恵が与えられるんだもんね。どうなんだろうこの辺。ちょっとね、この辺あんま私詳しいことは分かんないけど、まあ、実際始まってみてさ、すぐ売りやつ高まるよとかそういうことはなさそうってことだよね。ステーキングは柔軟でロックはありません。あ、いつでも引き出せますよと。あなたはいつでも好きな時に去ることができます。ステーキングには14日間の短いクールダウン期間があります。つまり終了したい場合は14日間待つ必要があります。それはロック期間じゃないの？まあ、解除したい場合は、まあ、ペナルティがあるんだね。ペナルティ 16% のがペナルティで発生しますよと。で、このペナルティで集まったお金をさらにどっかのプール金に集めるんだけど、それをね、フィットファイのトークン持ってる人たちで、あ、これはバンしよう、これはちょっと取っておこうみたいなね、そういう選択することがそのうちになるよっていう感じらしいです。なので、まあこれはね、そのうちイベントとしてまた発生すると思うので、また動画にしたいと思いますので、ぜひチャンネル登録ねお願いします。で、私たちは業界初の永続的なステーキング契約を実現することを嬉しく思います。一度限りの賭けは生態系で起こっているほとんど全ての機会を開くので、この形式の賭けはコミュニティの最大の利益になると信じています。ということで、何か書いてあるかはね、私もよくわかんないけど、まあ、とりあえず永続的なステーキングやることで売り圧が下がって、このねトークンがバーンと上がって、トークンバーン下がって、まあ終わっちゃったみたいなことがないよっていうことを言いたいんだと思ってる、勝手に。まあその辺はちょっと置いとくとして、まあ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 、とりあえずね、ちょっとまとめておこうかな。ルードボックスの話だけまとめると、まず100ダラフィットファイ、こいつをステーキングすることで 1DT っていうものがもらえるよと。で、これ例えばさ、じゃあ私1000ダラ XP を、よいしょ、こんな感じだね。これだと 10DT を1日でもらえるよという感じになっていますと。で、この中で、期限がね不明なんだけど、抽選が行われて当たればルートボックスだよーと。おい、こんな感じだね。で、そのルートボックスの中にはスニーカーが 35%、 またスキン、ここが、またまあみんな 35% ずつぐらいなのかな。だったら 100% 超えちゃうね。わかんない。35、35、こんな感じかな。これ足したらいくつ？ 60、70、105%。 うん、こんな感じでしょうね。で、このタグとバッグ2つ、バッジだ、ごめん、バッジとタグと2つ合わせて、100% だよということだと思うから、
まあ私の予想はね、こんな感じかな。これで 100% だよね。すごい勝手な予想だよ。スニーカーは 35%、 ここは確定で、スキン 35、バッジとタグ合わせて 30% で、ここで合わせて 100%、 こんな感じかなと思っています。ということで、まあ、こんな感じでね、始まりますよと。で、始まる期間がいつからなのっていうとね、ここ書いてないかな。これは不親切だね、書いてないね。実は書いてあるところがあるんだよ。ここに、ここに書いてあるんだ、多分。フライデーバイバイバイ UTC ということで、金曜日の、日本時間にすると21時から始まるよっていうことだと思う。多分ね。ただちょっと上の方でさ、ステーキングの方見に行くとさ、ここにね、こう書いてあんだ。どっちが正しいかごめん、わかんない。こっちの時間で言うと、これね、ごめん、全然説明せずにバババババ喋っちゃってるけど、ステーキングのページ、ホームページのステーキングのページに、こういうね、リミット、こういう風に時間が書いてあってさ、この時間で見ると、6日、日本時間で言うと6日の朝の10時に始まるかもしれない。で、こっちのディスコードのここの文字を見る限り、金曜日、6日の21時。から始まるかもしれない。どっちが始まるかね、また分かったらツイッターとかに書いておきますので、よかったらねツイッターもフォローお願いします。急遽動画撮りましたけども、ステップ APP、なんかちょっとね動き出したということで楽しみにしています。トークンのね値段がちょっと動き出したかな。一回ボーンとね高値更新したんじゃないかな今日。よいしょ、これね私のバイビットのやつなんだけど、おわちょっとギリギリ更新してないな。高値がね2日ぐらい前の5月2日の 0.65 っていうのが最高値だったんだけど、バイビットの場合はね、今日は0.6235 とかまで上がってるね。マックス高値 0.25 か、バイビットの場合は 0.25 だまで上がってるよと。まあもしかしたら今からさ、ヨーロッパとかアメリカの方のコアタイムに入っていくので、どんどんここからね上がっていく可能性もあります。ちょっと今私は資金ないことにすごいショックを受けている。買いたいまあというわけで、今日はステーキング始まるよっていう案内でした。もしよければね、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。ツイッターのフォローもぜひよろしくお願いします。ということで、スピルでした。また次の動画でお会いしましょう。またね。